はい、皆さん、こんにちは。ゾンビ先生です。ポケットモンスターソード実況プレイ始めていきたいと思います。さあ、ちょっとね、今回はこいつを倒してみようと思いますよ。ね、まだ捕まえらんないみたいなんだけど、ね、この間ちょっと、行っておいで、デカピンク。あ、行っておいでになったね。うん、レベル20ですしね。ちょっとね、前回も結構ね、いいとこまで戦ったんだよね。うん。結構水が強かったんですよね。そういうことも分かったので、ちょっとね、今回ね、こいつを倒そうと思うんですよね。うん。ハタック、チャームボイス、精神的なダメージ 魅惑の鳴き声を出して相手に精神的なダメージを与えるって書いてある。攻撃は必ず命中する。あ、で、威力が40、40。甘える。攻撃をガクッと下げる。相手にアンコールした技を3回続けて出せる。あ、そんなのあるんだ。へえ、これは面白いね。よしよし、じゃあまずチャームボイスだな。うわわわ、いきなりなんか、あ、効果がないんだって。すごいね。そういうこともあんの？チャームボイスだ、どうだ？わあ、減ってる減ってる。いいね。やっぱレベルが高いもんね。よしよし。あ、じゃあさ、今のアンコールでさ、3回それ出してよ。呪い攻撃？呪い？それはやめてほしいよ。うわ、何？自分の素早さを下げて、うん、アンコールアンコール。さっきのやつ。うん、アンコールを受けた。オッケー。え、今のじゃないよ。今のはやめてほしいよ。今のはまずいと思うんだよね。じゃ、チャームボイスでいきましょう。今の、あ、そういうことか。さっきのが良かった。そういうことかい。いやいや、やばい。攻撃と防御上げられまくるじゃん。それはまずいよ。そういうことかいな。うんうん、でも効いてる効いてる。よしよし、いい感じだいい感じだ。とりあえず攻撃はしてこないから、あっちからね。うん、もうガンガン行こう。あ、でもこれさ、結局どうだろう。素早さがね、下がって上がるんだけど、これでもう一回食らわすでしょ。これもしかしてさ、もう一回アンコールかけたらまた3回やってくれんの？え、じゃあもうノーダメで倒せるよ、そんなんだったら。ねえ。で、これの段階でさ、もうだから延々君は、ね、素早さが下がってさ、攻撃とさ、防御が上がり続けるっていう。どう？あー、ダメか。アンコール状態解けた。やばい、この状態で攻撃されたら結構きついんじゃないか？いや、まずいな。アンコールもう一回かける？かかるかな？それより攻撃か。それより攻撃か。チャームボイスだ。倒せるかな。おお、かなり減った、かなり減った。嫌な音攻撃？やめてくれ。当たんなかった。よしよし。いいぞ。いいぞ、いいぞ。じゃあ、チャームボイスだ。チャームボイスだ。いけいけ。これは勝てるんじゃないか？ねえ。よしよし。めっちゃ効いてんじゃん。あ、全然、何？デカピンクすごいな。全部いなしてるよ。全然効果ないんだって。やったじゃん。強いね、デカピンク。もう君だけでいけるか。おお、すごいすごい。また呪い攻撃だよ。もうやることないもん、いわく。すごいすごい。これあれかな？いやー、でもモンスターボールな。普通のやつしか持ってないんだよね。で、なんかもう投げれませんみたいな感じだったんだよ、前回は。もうなんか格が違いすぎて投げる気になりませんわみたいな 感じだったんだけど、どうだろう、いける？やっぱりそうだよね、まだ無理なんだよね。じゃあもう倒しちゃう。申し訳ないけども、倒すよ。ついに、ついにね、ついにイワークを倒しました。やったー。うん、捕まえたかったけどね、本当は。やったー。これ結構すごいんじゃない？うわー、ほら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 、めっちゃレベル上がるじゃん。やったね。おお、クソリップもレベル12に上がったよ。エクレアさんも上がったよ。よっしゃよっしゃ。いいね。いや、ついに倒しましたよ。
めちゃくちゃ苦戦したんだよね。みたいな。よっしゃよっしゃ。いい感じですね。じゃあちょっと回復してもらいましょう。あ、それであれだよね。あの経験値飴っていうのなんだろうっていうのちょっと見ときたいですよね。うん、ちょっと見ときましょう。ね、あのアイテムでもらってましたけど、あれは経験値をなんかみんなに割り振ったりとかできるのかな。ね、ちょっとあの通常と違うんですね。あれはあのダイマックスで、そう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 、こういうのダイマックス飴。とかエネルギーが詰まった飴与えるとダイマックスレベルが1上がる。レベルが高いとダイマックスのヒットポイントが増える。不思議な飴、エネルギーの詰まった飴与えるとポケモン1匹のレベルが、あ、レベルが上がるんだって、すごいね。ああやっぱあれなんだ、経験値を増やす飴なんだね。少し増える、ほんの少し増える。あ、経験飴 XS はすごくちっちゃいやつなんだね。しっぺ返し、あ、技か。はいはい、スピードスター。すごいすごい、トライアタック。うん、やっぱこの辺、おお、なんか威力80とかだね。すごいね、マジカルシャイン。この辺もね、ちょっと慎重に覚えさせないといけませんね。うん、よしよし。経験飴どうしようかな。なんかあげようか、やっぱ誰かにね。ダイマックスレベルが上がるんだって。これもすごいけどな。どうしようかな。経験値飴。いやちょっとね、ダルシムはあげたいんですけどね、やっぱり。このポケモンは多分進化するとかなり強いはずですよ。エクレアとかね、チャッカメンもだけど。ダルシムにね、いくつ使えますか。一つでどれぐらいいくんだろう。ちょっとやってみましょう。経験値もらった。いくつも、どれぐらいもらえる。え、800もくれんじゃん。ちょっとじゃないよ。すごいね。え、そんなくれるんだ。え、めっちゃありがてえじゃん、それ。ちょっと待って、じゃあデカピンクもあげようか。え、これってこんなところであれかな、あんまりいっぱい使っちゃいけないのかな、どうなんだろう。よくわかんないですけど。で、あげてみよう。800ももらえるとか、お前。すごいじゃん。ねえ、ありがたいよ。うん。よしよし。じゃあ、経験飴、もう一個、もう、ダルシムに突っ込むよ、こっちは。おーおーおー、すごいすごい。ガンガン上がりますよ。よしよし。じゃあ、経験飴 XS。これ、じゃあ、ちょっと、クソリプ君に使ってみたいと思うんですけど、1だとどれぐらいになるの？それでも100だもんね。結構くれるよね。よしよし。じゃあ、クソリプ君にもう全部突っ込むわ、もう。悪いけど。全部突っ込んで1100だよ、お前。おお、やった。はい、ということでかなり強くなりましたね。守るを覚えたよ。いいですね、いいですね。 OK。 じゃあちょっともう一発いってみようか。いやー、すごい楽しいな、ポケモンな。そう、さっきから天気が悪いんだよね。実に天気が悪いんですよ。あそこキャモメがめちゃくちゃいたんだけど、やっぱりまだいるかな、あいつな。あいつちょっとなんとかしたい感はあるんですけどね。倒せるかな、倒せますかね。でもやっぱ倒しちゃうより捕まえた方がいいかな。ね、ギリギリまで減らして。ちょっと多いんだよな。とりあえずいっぱいいるんだよな。いっぱいいるのよ。はいはいはい、よし。はい、300ワット。ああいる。なんだろう、なんだろうな、なんでしょうね。岩、水って書いてある。岩、水とフェアリーはどうなんだろうな、いまいちなのかな。ちょっとやってみますか。でもね、うん、これ何でもね、何でも経験だから。いやいや、さっきほら岩くんにさ、 P はすごく強かったんでね、デカピンクね。デカピンクはさ、すごい強かったから、多分いいんじゃない、岩と水だったらね。行きましょうよね、さっき敵だったさ、さっき敵だったデカピンクをさ使って。うわ、何こいつ、え何これ、カメテテ、うわー、なんだこいつ。ハリーセンの威嚇、カメテテの攻撃が下がった。ダイマックスパワー来た。はい、もうダイマックスだよ、そりゃ。これ途中でっていう選択肢もやっぱあるんすかね。
あ、別に効果がすごくあるわけではないのか。まあでもダイマックスでしょう、それは。で、技説明見ましょう。ダイフェアリー、威力が90だ。すごいね。5ターンの間ミストフィールドにする。あー、これやっぱさっきのなんか気候を変えるやつだな。大アタック、はいはい、ノーマルね。大ウォールは全く受け付けない。この2つは同じなんだ。じゃあやっぱね、大フェアリーでしょう。フェアリーポケモンの代表的なこうね技なんでしょうきっと。あれ、なんかカップケーキからあれだな、手が生えてるみたいななんか奇妙なポケモンだな。うん、よし行け。うわー、でかい。うわ、重い。すごいね。やっぱこの下から見上げる感じのアングルも怖いよねなんか、うん、やっぱさ、ダイマックスはさ、かわいいやつの方が怖いわこれなんていうか、結構あの作りが単純なやつの方が怖いね、でかくなると。うん、特防ダイアタックだ。あー、まあ普通の打撃系ですね。うん、わー、あの弱しかかな。うん、味方の素早さが下がった。弱しでもあれでね、倒れちゃわないんだね、すごいね。ダイフェアリー、あ、この星のやつか。うわー、効くねー。いいね、めっちゃ効くじゃん。うん、やっぱ相性いいのかもな、これは。で、霧状態を作るんですね。霧状態は自分に有利なんだろうな、きっと。うん、これで自分に不利だったら意味わかんないもんね何をやってるんだよみたいな。かめてて、わ、何ステータス変化。あ、これね、たまにやってくるよね、ダイアタック。はい、誰だ。あー、弱しがやられてしまったか。うん、そして素早さを下げられるんですかな。うん、弱しまた帰ってこいよ。わ、嵐が勢いを強めている。ハリーセンの滝登り、あ、強いな、ハリーセン。うん、ソルロックのコスモパワー。うん、ソルロックどうですか。あ、防御力を上げるんですね。はいはい。デカピンクの大フェアリー、やっちまえ。いいね。おお、めっちゃ効いたじゃん。急所に当たったんじゃない、そういうのないの急所に当たるとかない。あ、短パン小僧だ短パン小僧かな、多分短パン小僧だと思うんだけど。はい、これで終わりじゃない。あれかな、他のポケモンが倒してくれるかな、もしかするとね。強いからな。おお、引っかくか、大して効いてねえ。そうそう、ハリーセンも強いからね。あ、やっつけたんじゃない。よしよし、いいね。弱ってる。よし、捕まえるよ。いやー、どうかな、普通のボールしかないからな、どうかわかんないけど、捕まるといいな。こんだけ弱らしてんだからさ、頼むよね。えよしよし、おいでおいで、かめてておいで。うわ、どうだ。よし、捕まえろ、頼む、逃げるな、行け、ガチャ。あ、いけたんじゃない。これよし。うん、亀の手的なねやつだね。はいはいはい、いいね。経験飴ももらったしさ、いいね。なんかいろんな実ももらったよ。星の砂ドリルライナーっていうなんか技もいただきましたね。あ、亀の手だね。亀の手ってあの海にいるやつですね。はい、おし、スマホロトム、亀テテのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。はい、ということでニックネームをねつけようね。あー、ちょっと気持ち悪いな、なんか二手ポケモン2匹が、海辺の手頃な岩にくっついて暮らす。満潮時協力して餌を集めるということでね。やっぱ海の生き物なんだな。はい、ニックネームつけましょう。なんか色的にはさ、色的にはあのチンアナゴのオレンジ系のあのニシキアナゴっていうのに色はすごく似てるよね。何しようかな、どうしようかな。あ、決めましたよ。肝手袋ね
肝手袋なんか気持ち悪い手袋に見えたんだよななんかもう悪口になってるよねダメですね。ちょっともうちょっと愛着を持ってつけないとダメだと思うんだけど肝手袋手持ちに加えるか。なんかあダイマックスポケモン強いからな、なんかつい使っちゃうよね。あいやもう どうしよう、みんな何だろう、みんないてほしい。すり足くんかなねえ。いやちょっとねえ、あんまり強いからっつって、そっちばっか使ってるとさ、他のが鍛えられなかったりとかねしちゃうから良くない気もするんだけど、ちょっと待って、じゃあ肝手袋肝手袋はそうか、レベル16だからそんなめちゃくちゃ強いわけじゃないのか。そうかそうか、 にしてもちょっとヒットポイントが低すぎるんで、うわーやばいな、これやばいな、こう来た来た来た、ちょ、いやいやいや、怖いわ。よしよしね、うちの、おお、あいつな、うちのダルシムくんと同じ種類のポケモンがすげえ走ってきて怖かったね。あいつ好戦的だからな、格闘ですもんね、格闘ポケモンですもんね。あ、実がなってるよ、実をもらっていこうかね、木の実が取れる。はーい、揺らしてみますよ。お、いいね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 。これなんかあんまり揺らしすぎるとあれなんだよね、落ちてきた。なんかあんまりやりすぎるとあれなんですよね。なんだっけ、なんかポケモンが降ってきちゃうんじゃなかったっけ。なんかね、確かやりすぎたらバトルになった気がするので。あ、なんかあるな、なんかあるよ、なんかキラキラしてる、モンスターボール。あ、いいね、嬉しい嬉しい、モンスターボール嬉しいね。よしよし、ということで、今回はね、今回の動画これぐらいにしとこうかなと思います。いやー、どんどんねちょっとポケモンが集まってきてて、ダイマックスバトルも少し慣れてきたかなという感じですね。ゾーンちゃん成長してきたね、ほんとね。うん、ということで、今回の動画はねこれぐらいにしておきたいと思います。ポケットモンスターソードね、引き続きまたやっていきたいと思いますので、皆さんゾンビ先生とこのねポケモンワールドを楽しんでいきましょう。それでは皆さんどうもお疲れ様でした。失礼します。今回はもう走りながらお別れです。